僕のギアの中でですね、まあ、一番、まあ、ある意味大事なのが刃物に、ねなってくるのかなと。今、まあ、クラフト作家ということでもう数十年活動もしているので、もちろんその作品を作るのに刃物もね毎日ね、使っています。僕が今使ってるですね、まあ、アンバサダーも務めさせてもらってますけど、このモーラナイフですね。今までのっていうのはどっちかっていうと、とりあえずあると何かの時に役立つかなっていう感じだったんです。これはもうフィールドでこう逆にもうどんどん使えるというかね、そういう存在なのかなというふうに思っています。で、一つがこのカンスボルっていうですね、このナイフになります。割とキャンプ場に来るとここにこう下げてることが非常に多いんですけれども、何がいいのかっていうと、まあ、一つは刃渡りがこれだけあるので、例えば料理を作ったりするときも包丁代わりに、ね、これを使ったりします。で、厚みがあるところと薄いところっていうのがこう真ん中で分かれているので、薄いところはそれこそもう刺身みたいに、あとハムを切ったり削いだりとかそういうのも使えるし、骨付き肉なんかグッと切るときにはこの厚いところを使えるっていうね、もちろん薪を割ったりももちろんこれでね焚き付け作るのにねできたりします。非常にとにかく万能選手ですね。で、バランスも非常にいいので僕は一番これをね今、多用しているかなというふうにね、思います。で、これの一つはこうミニチュアサイズになるんですけれども、エルドリスっていうもので、これは基本的にはずっとこう首に下げて、います。これがあるとハサミやカッターの代わりにもなるというので、もう万能選手ですね。で、今日も焚き火で火をつけましたけども、ここにファイアースティックがこれはね実は付属でこうつけられるようになっています。ですから、これ一つあるともう全てのことがこう賄える。そして、まあ、これだけ刃も短いので、うちの娘とかにもね使わせることができる。これもやっぱりこの元は厚くてですね、先端がちょっと薄くなっているので非常に万能で何にでも、ね使えるかなというふうに、思います。で、あと僕、まあ、クラフト作家なので時間が空いた時に木を削って、なんかですね途中までしか削ってないものをそこで仕上げたりとか、拾ってきた木をちょっと削って面白いものを作ったりとか、するんですけども、これはもう常時持ち歩いているものになりますね。ここに、これは普通の、こういうウッドカービング用のナイフに、なります。で、こっちにあるのはスウェーデンのですねヨゲさんっていうですねウッドカービング の, 神様みたいな人がいてですね、その人がこれは2本プレゼントしてくれたもので、まあ僕にとっては、まあ、お守りというか、そのなんていうかな、自分がこう歩んでいくときに迷ったときに導いてくれるものみたいな、そういう感覚もあるので、日常的にこの使いながらね持ち歩いています。ここにちゃんと僕の名前、ちょっとスペル間違ってるんですけど名前まで入れてね、くれたものになります。使わないこともあるんですけども、なんかちょっとこう削りたくなったときにいつもこうそばに置いておくと、自分をこう時間をね満たしてくれるので、これはいつもですねこういう形で、持ち歩いています。ノコギリはねそんなに多用することがないんですけども、ノコギリじゃないと切れない場合に、使うという予備も含めてですね、必ずこれをね、持ち歩いています。日本のシルキーというところが出しているポケットソニー、ポケットボーイという名前なんですけども、本当にポケットにこうスッとこう入ってしまうね、大きさです。非常にこの丸い感じなので、ポケットに入れてもポケットが傷むということもないですね。で、収束式でこう刃を出すとカチッとこう、なります。特徴は、まあ、ポケットボーイって言って携帯性 の, 便利さもそうなんですけども、実は今度シルキーっていうところの刃がですね、実はすごい特徴があるんです。何がっていうと、ここですね、ここが薄くてこことここが厚いんです。だからこう極端なこと言うとこういう風になってるんですね。で、普通今までのノコギリっていうのはまっすぐの刃で、まっすぐだと摩擦抵抗で切れなくなってしまうので、この刃が1枚ずつこうあさりって言いますけども、右左右左っていう風にこうですね曲がってついてるんです。それがないので、こう手でやっても手が切れるっていうこともない、引っかかりもないんです。それなので非常に滑りがいいのと、あとこうなってますから必ずこことここに隙間がある状態で刃が動くんですね。
で、その特殊な刃の構造によってとにかく切れ味がいいです。で、手が疲れないで普通のノコギリのほんと倍ぐらいの速度で切れます。で、しかもカーブ層って言ってちょっと刃がカーブしてます。それなのでこういう、こう丸太とかを切るときにこれがもうしっかりとこう丸太にこう絡んでくれるので、もうこれと出会ってからもうこれしか使ってないですね。クラフト作家の僕が言うとおおって思ってもらえるかもしれないんですけども、もうこれ以上のですね、あの携帯フィールドノコギリはないな。僕はですね、キャンプをし始めた頃は南部鉄器のこの田舎鍋っていうやつをですね、キャンプでずっと使っていたんですね。鋳物の鍋っていうのはとにかく洗うのが洗剤使わなくて、もうたわしみたいなのでガーッとこすってすすげばもうそれで終わりって、水気を飛ばさなきゃいけないのも焚き火の脇に置いていけばいいので、まさにその焚き火に合った調理器具の種類としては鋳物が僕は一番好きなんですね。で、そんな中で出会ったのが昔からあるんですけど、僕は出会うのが遅かったんですけども、このロッジの、スキレットですね。これも相当使ってますけれども、もうこれを使い出したらもう他の調理器具を、昔はそのザックに入れるアルミ系のこうスタッキングのね食器とかもこう使っていたんですけど、今はもうこれ一つでほぼ汁物のラーメンからご飯物からおかずから目玉焼きから全部これ一つでね作るように、なりました。僕はフィールドで使ってて、これの一番の良さは何かっていうと、今こう1月ですごく寒いですけども、アウトドア料理って皿に盛るとすぐ冷めちゃうんですよ。もう食べたくないってくらい氷みたいになってしまうんで、これでここでこう料理を作って、でこのまま僕食べるんですね。そうするといつまでもあったかいですね。もうとにかくアウトドアでの一番のコストは何かっていうと、夏は冷たいもの、冬はあったかいもの、僕はそれが最高のごちそうだと思うんで、まさにこれはですね、もうご飯炊いてもこう蓋をしてこの辺にこう火の近くに置いとけば頃合いの温度でずっと保温してくれるので、もちろん鋳物なんで熱伝導がゆっくりなので焦げつきにくく中まで火が通りやすいとか、そういうのもあるんですけれども、一番のこれの僕はもしかしたら良さは料理が冷めない、しかも焚き火の近くにそのまま置いといて、ね、保温できる、もうこれ一つあれば僕は十分っていうのが、この調理器具ではね、このロッジのスキレットを使って。特に必須の僕のアイテムがですね、この、ウールのブランケットになります。軍用ミリタリー用に作ったものが非常に好きですね。もうフェルト化したように非常にこうみっちりしてる、焚き火に当たるときには前は開けてた方がよくて、後ろをできるだけ覆ってると暖気がここにこう入っていくんですよ。で、そういうときにこれを羽織ってるととにかくウールはあったかいですね。で、多少その夜露で水に濡れてもすぐに乾くのがウールの良さ。しかも河川系だと穴が開いちゃうのが、これはやっぱりウールってやっぱ火の粉が飛んでも大して穴が開かないんですね。これはアメリカのね、フェリバルトっていうところのウールブランケットなの。これは現代的に割と肌触りがよくできてます。春とか秋にこれをこう、ね、肌掛けみたいにかけて寝たりもします。こっちはペンドルトンのやっぱり肌触りのいいもので、これも夏、家族が多いんでね、いろんなタイプのものをね、使ったりしています。で、これなんとですね、ハリーポッターのハーマイオニーが実はですね、焚き火に当たってて羽織ってたのが実はこれと同じなんですね。これイタリア軍のミリタリーの古いもの、ユーズのなんですけども、もうどこにも今探しても売ってないんですけども、彼女が羽織っててすごいおしゃれだったのを僕は見てですね、俺が持ってるやつだってうちの店に娘に自慢してね、ふーんって言うだけなんですけど、僕はそれがすごくさらに気に入ってですね、もうこれはもう絶対もう手放せないね、アイテムになっています。あと最近ですね、これまだ手に入れて1年経ったか経ってないかぐらいなんですけれども、ダルースというですね、バッグメーカー、こういうバッグが割とダルースっていうと一般的なんですけども、キャンバスコットンとレザーでできている非常に丈夫な
ものなんですけども、実はそこで出してるですね、あのこれ木で多分シダー系の木だと思うんですけど、それのまあショイコのバスケットに、なります。実は僕あのショイコのバスケットはですね、まあ実家が山菜料理屋だったんで、もう小さい頃からずっと使っていて、ずっと竹のショイコをこう、ね、使って、いたんですね。でところがですね、もう2つダメにして、次に新しいもの何かないかなと思って、自分で鶴で最初編もうと思ってたんですけども、あのそんな時にですね、僕 の, あの大好きなアウトドアマン2人が実はこれを使っていたんです。一つはあの日本でカヤックをやってるあの堀田孝之さんと、あともう一つあのブッシュクラフトでアメリカの有名なあのデイブ・カンタベリーさん、2人ともあの非常に仲良くさせていただいてるんですけども、その2人が使っててですね、あのなんてこうスタイリッシュでかつあの機能的なのかなと思って、それに憧れて入手したのがこれに、なります。あの何がいいかっていうと、中に入ってるものがまず型崩れしない、ね、で特に山菜とかそういうものを取った時によくこれに入れるんですけども、通気性があるんですね。通気性がないと山菜って蒸れてダメになってしまう。それがその程よく風が通るということで非常に良かったりします。あとあの他にキャンプ道具でちょっと濡れたものをしまっても、あの自然的にこの木がちょっと水を吸って外に出すっていう効果もあって、あの濡れたものもしまえるし、形状も安定して入れられる、ね、しかもどこに置いてもこう自立する感じが、であのショイコなんで、あのこうやってね背負うこともできるんですね。あの僕はですね、あのフードトレーになるですね、板を見つけてここにですね、こうカチッとはまるようにして、ね、でこれをテーブル代わりにして、コーヒー飲んだりも、ね、できるようにしてね使っています。でもう一つあのダルースであの気に入ってるのが、今日も薪集めで使ってましたけども、あのログキャリアになります。あのログキャリア僕はですね、何社かのを使ってるんですけども、やっぱりこれぐらいのしっかり感がないと、意外とログキャリーって木が中で安定しなかったり疲れたりしてしまうんですね。一つはこの持ち手がやっぱりこのロールになってるレザー、これによってその重いものを持っても手がすごく痛くないっていうのと、このキャンバス紙なので、あの薪が滑って落ちたりすることもないし、トゲがあるものももちろんこう刺さったりもしないですね。でこれをよくあの森に行って休む時もこれをあのシットパッドで、ね、お尻の下に引いて、ね、休むっていうことでもこう使ったり、しています。もう今はなんかあの特に使えば使うほど味が出るものでもあるので、あの非常によく使って、愛している道具になりますね。